はい、こんにちは。今日もね、ギターの話をさせてください。今回ご紹介するのはね、またしてもゴールドトップのレスポールです。今回ね、いくつかまた手を加えました。主なポイントといたしましては、まずこちら、ヘッドの部分ですね。こちらのヘッド、こちらのこの糸巻きの部分をペグというんですが、ペグを、全て交換いたしました。6、5、4、2、1弦のペグに関しては、友人からいただいたクルソータイプのペグを使用しています。で、3弦だけはですね、ちょっとビビリが出やすかったので、非常に精度のいい五等星のペグを使用しています。見えますか？これですね。これ非常に精度がいいです。そして今回はですね、弦をアーニーボールからダダリオに変更いたしました。これはもう本当に好みだと思うんですが、私は、すごく、黒沢楽器さんで購入した、ダダリオ、非常に品質管理も行き届いていて気に入っております。で、実際の音ですがこんな感じです。とっても気に入っているフロントのピックアップの方からお聞かせしますね。そして、今お気づきの方いらっしゃったかと思うんですが、とてもサスティンが長い。これだけ音が伸びるんですよ。この秘密が何かと申しますと、この部分、テールピースと呼びます。このテールピースの2本の支柱の部分をスタッドと呼びます。このスタッドの部分を、非常に純度の高い鉄製のものに交換いたしました。これはね、ちょっと古いレスポールから、外してね、くれたものをつけたんですが、値段のね、安いものですと合金だったりするんですが、それもそれでまた音のキャラクターとしてはいいんですが、私のようにね、こうナチュラルな音で弾くタイプのギタリストですと、一つ一つのパーツにね、どうしても、それによって音が変化してしまうんですね。なので今回非常にいい、スタッドを使いました。そのためにこうね、すごく非常にこう音が滑らかじゃないですか。柔らかくて心が温かくなるっていうかね、それはこのスタッドの部分でやはり音が決まります。もう一度おさらいしますと、やはり音はね、糸巻きとテールピースで、この2点で、弦の張力っていうのが発生しているんで、振動は全てそこの部分で決定されるわけです。ですので、この2点のペグとね、テールピース、そしてスタッド、ここの材質っていうのは非常に重要です。ぜひね、皆さんもギターをお持ちの方もいろいろカスタマイズして楽しむのもよろしいかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。